見える開花メラマガ。こんにちは。一般相談法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、あのお客様からご質問いただきまして、この難病も改善しますかというところですね。本当にこう、まあ、シリアスな内容でもあるんですが、えー、私が治すわけでは全くなくてですね、まあ、医療行為もないので、えー、資格もないので治せないんですけども、この仕組みのところですね、お話しさせていただければと思います。その仕組みの量子レベルでどのようなことが起こっているかというところのお話をさせていただきます。 難病も改善ししまますすかとといいうところですねご質問をたただきました難病の診断を受けた方も周波数を変えることでパラレルが変わって、えー、病気の改善へと導けますでしょうかというところですね。でまあ、先ほど申し上げたようにです、ね、医療行為できるわけではないので治るとは言えないですしですねこの私,私が治しているわけでも開花が良くしているわけでも全くなくてですね何をやっているのかと。 実際に開花の 2D セミナーで,です、ね、1日目の午後辺りから本当にこう体がこう軽くなったりとか内側がこう熱くなってくるとかさ、ね、あの躍動感が出てくるとかで2日目の午後辺りからこうミッションを見出したりとかです、ねこのまあ、呼吸法やったり静かな時間を持ったりするんですけどもでその時にこう人生で初めての清々しい軽やかな感覚とかですねで結果気づいたら うつの薬いらなくなってたとか、あのや,け飲みやけ酒飲んでたのが全くそういう気持ちがなくなったとか、睡眠導入剤がいらなくなったとかですね、という方もいらっしゃいます。 あとですね、あの多発性硬化症の方が歩けるようになったとか、セブンウィークセミナーの最中に、ですねこのがんが消えていたとか、トレーナーコースでもですね、の最中に、このトレーナーの親御さんがですねセミ,ナーセミナーに参加していないのに、親御さんのパーキンソン病が改善して難病してから外れたとかですね、えー、他の方もですね、親の認知症が軽減したとか、いうことも起こっております。で、量子レベル。 で見てみたらそれどうなってんのかと素粒子のの仕組みですね、えー、そのところはですね私たちの体の元っていうのはまず器官胃とか心臓とかですね肺とか眼球とかで器官でできてますそれらが全部細胞でこの分子原子 で原子の中に原子核があります。で原子核はそれぞれ陽子中性子でできています。で陽子中性子のまたそのまたの中にですね、えー、素粒子があります。なので素粒子どこって言ったら皆さんの体のミクロの世界であり、この空気も酸素窒素分子の中にこう素粒子があるので、この空気も素粒子ですと。 でソリヨシの元がですね、一個一個よーく見てみたらって見えないんですけども、この超ひも理論のひもになってますよと。で、ひもがどこから来てるかっていうと、えー、ゼロポイントフィールドってエネルギー場から瞬間瞬間瞬間現れては消えて、現れては消えてと、ぶーってやってるのが、私たちのこの根源のところですね、のところにゼロポイントフィールドってエネルギーがありますよと。 で、えー、こちらの青い領域古典物理学でですねこの分子原子は被るんですがこの分子原子からミクロの世界がですね量子力学っていう形になっております。なのでこの量子力学何って言ったらこの分子原子よりミクロの世界でですねこの得体の知れない動きがよくわからない状態です。でこの素粒子君をですね皆さんの元の素粒子君皆さんのある領域からミクロの世界のです、ね、素粒子君の世界っていうのは こんな感じにですね、よいしょ、おいこの、これ原子あ、緑が原子核で、この黄色とかオレンジが、が赤がですね、この電子なんですけども、電子がこんなにいっぱいあるのかーと思いきや、そうではなくて、水素は1粒しかなくてですね、この水素が、ここに出たり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 が、ぶわーっと瞬間瞬間、あっちに出たり、こっちに出たり、バーっとこう繰り返してるんですね。 でこの濃いところが水素が出る確率が高いとで、こっちの端っこの方は水素の出る確率が少ない、どこに出るのかよくわからないよっていうのが、皆さんの体、ごめんなさ電子ですね、水素が出るじゃなくて、電子が出る確率が高い、低いっていうことですね。で、えー、この端っこの方が電子が出る確率が少なくて、濃いところが電子が出る確率が高いという形です。で、この素粒子くんの特徴がですね、 こ,のこれニュートンの雑誌から来てるんですけども波動関数この波の関数の2乗はですね確率に比例するんですけどもどこに出やすいかなっていうのがこの意識をする前素粒子群を電子を意識をする前二重スリット実験とかで見てないと波で見ると粒になるっていうところと合致するんですけどもこの確率が山が高いこの波動関数の波の高いところが確率が高くて。 ここ出やすいと。で、ここは確率が出る確率が少なく、ここばっかりいつも出てるっていう感じです。で、意識をするイコール、フォトンをぶつけるんですけども、そうすると、この波動関数のものがですね、これが波動関数じゃなくなって、波速の崩壊っていうんですけど、確率がピコーンでこう上がりますよと。つまり、意識すると確率が高くなる。ですね、ここばっかり出やすくなるという感じです。ダアルバート・ポップ博士がですね、意識っていうのは、 光ですよ、フォトンですよっていうふうに言ってます。つまり、意識するイコール、フォトンをぶつけてるというのが、さっきのフォトンをぶ照射するという形です。で、いろんな可能性で、こう、確率があるところが、フォトンをぶつけると、確率がピコーンって意識をすると、確率が高くなりますよということです。で、この電子が1箇所に現れて、他の可能性が消えますよと。どういう意識でぶつけるかで、それでピコーンってこう確率が高くなりますよと。 いうことですの仕組みがあります。で、私たちの電子などの素粒子くんっていうのは、どこに現れるのか、いつ現れるのかよくわからなくて、確率でしか言えないんですね。で、今,今まさにここーってこうフォトンをぶつけると、そこの確率がピコーンと高くなるっていうのが、この私たちの体とか、この空気とか、机とかの特徴、皆さんのこの現象ですね、お,お体もそうです。で、例えば、 いろんな可能性にですすねこの偏在してますよとなんですが幸せの意識ぶつけると幸せとかですねもう最悪の世界とか愚痴の世界とかできないとか嬉しいとかワクワクとか大丈夫っていろんな世界の可能性の物質があったとでそれに対して自分が幸せのフォトンをぶつけると確率がピコーンってこう幸せで上がってくるとこの人はこの幸せのパラレルワールドで存在するっていうのが仕組みになっています。 なので、これ、ま、先ほど申し上げたように、私が皆さんを良くしているわけでも、開花が良くしているわけでもなくて、この素粒子の仕組みがあるっていうだけなんですね。自分ご自身の意識が、あ自分で幸せを選択できるんだと、自分でワクワクを選択できるんだと。 思えば、ワクワクがピコーンってこう確率1になるし、自分で愚痴を言っている最悪最悪って言っている社会を批判していれば、批判の確率がピコーンって大きくなって、自分も批判される世界になっていくので、とにかくただただただ、この自分が幸せの意識を周り中にぶつけるし、自分の体にも幸せのフォトンをぶつけていくということですね。そうすると確率が1に近づくということです。その仕組みがあるだけなんですね。で どんな意識で存在するかっていうことが重要で、これは何かすごい人とか、なんか神がかっている人だけができるわけではなくて、もう意識を向けたものの確率が1に偏る、1に近づくっていうのが素粒子の特徴です。で、これが波動関数の方程式に従ってですね、こう事実ですと。特徴なので、だからどんな意識で得るかだけなんですね。つまり、 このエネルギーが先、現象は後です。どんな周波数、どんなエネルギーでいるかで、その結果、物質化現象が起こるということなんですね。で、会荷の 2Day セミナーでですね、本当にこの 2Day のセミナー終わった水曜日あたりから取材を受けたとかですね、えー、共同通信から取材を受けたとか。あのー 洋服のモデルになりませんかっていう依頼を受けたとかですね、この2での最中にゼロポイントフィールドを感じたとか、潜在意識変えなくていいって命の源がすごいことに気づいたとかですね、今までの悩みがなんで悩んでいたんだろうって感じられたりですね、えー、まあ大ちゃん先生は科学的にもエネルギー的にも分かるとかでありがとうございます。で自然と涙が溢れる、突き動かされる温かいものを感じたとかっていうふうに、えー、ありがたいご感想をいただいております。で、8月、9月、10月で横浜と仙台と大阪でさせていただいております。 で会場で何でやるのというのが本当にこうリアルでエネルギーをこう交流し合いながらっていうのもすごく、えー、動きやすいのでですね、えー、ソーシャルディスタンス50%以下の定員でですねさせていただいております。で私が直してるわけでも開花が直してるわけでも全くなくてですね 量子力学をベースにして物質化現象ってこうなってますよとか、量子物理学者たちが唱えるですね、宇宙の根源側とか、アインシュタインは神様についてどう言ってるかとかですね、言ったところをお話しさせていただいてですね、この皆さんの人生がより良く幸せになっていく、そういう人たちだらけになることが地球が平和になってきますよっていうところをですね、セミナーさせていただいております。で 先ほどのですねご質問いただいた難病の診断を受けた方も周波数を変えることでパラレルワードが変わって病気の改善へと導けますかというご質問に対してはその仕組みからいくとそういう意識を飛ばせば物質化現象はそうなるので、えー、それはまあ正しいということになりますね。でここがすごく重要なんですがこのじゃあ病気の私は周波数悪いんだと。 いうううに思っててしまうんででですすがそうではなくてですねこのご病気が発見されましたとかなんか事故に遭いましたとかすごいトラブルがありましたっていう出来事を通してメッセージを組むと例えばご病気に対してはあこれだけ体を酷使させるような意識を自分にぶつけてたの体さんごめんねとかいつもありがとねっていうふうにです、ね、とこれからは日々の自分に対して周りに対して感謝を響かせていこうとかということをそのご病気が教えてくれてたんだと。 いうふうに、この病気がもしあったとしたら、そういうふうに捉えていただければと思いますで。今日の次のメルマガ動画ではですね、この痛みを感じたときに、体の痛みですね、体を痛みの痛みを感じたときに、どう捉えればいいかというところをですね、お話しさせていただきます。で私自身も目が非常にこう もう寝る前とかすごくこう目がギューっていう感じでですね、その時、目に対してもうどういう意識を与え,与えているかというところもお話しします。で、まとめるとですね、このエネルギーが先で、現象は後ですよ。で、病気さんはですね、教えてくれている。 メッセージですよと。病気が悪いわけでも、病気になってしまう、その方が悪いわけでもなくてですね、ただメッセージ、周波数を元に戻してくださいねっていうメッセージなんですね。出来事の卒業証書は感謝波動と。本日は7月の1日。で、月あ1日の開花のですね日めくりカレンダーは、出来事の卒業証書は感謝波動と。 いう形ですでこちら Amazon でもですねこのお求めいただけますのでこのぜひご覧いただければと思いますぜひですねこの皆さんがますます自分自身の発信の周波数で現象を作っているというふうに捉えていただいてというかまさに量子レベルでそれがリアルに起こっているので誰が良くて誰が悪いというわけでも全くなくてご自身が飛ばしているフォトンの周波数の結果 現象が起こっているということをですね、現象を通して自分がどんなフォトン飛ばしてるかなって教えてくれてるということを捉えていっていただければと思います。関連動画はですね、こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。